大変長らくお待たせいたしました。本日もファイプロ実況の時間がやってまいりました。さあ、ファイヤープロモーター団体運営モード、これが24回目となりますね。はい、前回の終わりぐらいからやり始めた対抗戦、3試合目からやっていきたいと思います。でも早速いきましょう。さあ、 TNT 対近藤修司、では試合開始です。この今回のシリーズの中、入場曲はすいません、カットさせていただきます。今回のシリーズでドラゴンゲートっていう団体があったんですけども、見事潰れてしまいました。そこにいた、近藤修司を FMW に入団させたと、スカウトしてる、スカウトじゃないな、まあそれで気よくやってくれてると。で、はぐれ狼軍団という軍団を、作ったという体で遊んでいるということですね。で、近藤修司もね、僕はこういう体型が好きなんですよ。ごっついずんぐりひっくりした感じがね、今風のシュッとした、細マッチョは僕はあんまり好きじゃなくて、昔のゴツゴツした感じのプロレスラーが、好きというだけの話ですね。でも最近のこのプロレス人気を支えているのは、イケメンでプジョシ、いわゆるプジョシですね。女性が、好む若いイケメンのレスラーを、いかに増やすか、これが団体が生き残る術だとすると、もし僕が新しい団体を作ってお金が腐るほどあって、WJ みたいなもんですね。で、お金が腐るほどあって、で、好きなレスラーを、今現存するねレスラーを集めて団体を作ってってなったら、多分プジョシは生まれない。興行を行ってもその試合会場には男性ばっかりになりそうな感じの団体が出来上がってしまいそうなんですよね。だから、そう考えると難しいのかなと。この、僕がやってるのもそう考えたら、だからね、もっとこう今風の誰ですか、清宮はね、今うちいるのはいるんですよ。あと、イブシとかね、あと誰、剣王はでもまたちょっと違うか。でもドラゴンゲートとかもそうですもんね。あんまりこう 細マッチョばっかりっていうわけでもないですけど、ドン藤井さんとかね、あんまりドラゴンゲート僕好きじゃないんで、近藤修司は好きというだけで、はい。ちょっと試合に注目していきましょうか。ここまで2勝をしているので、だいぶ勝ち越しには大手、そしてゼブラが、うちのエースのねゼブラが負けることはないと思うので、この対抗戦はもらったようなものなんですけども、どうせならやはり全勝で完全勝利を目指したいとなると、そうですね、今回から、見た方は何のこっちゃわからないと思いますけども、前回 WMW という格闘ファイプロ団体、でも業界2位なんですよね、からと対抗戦を行うということになって、で、5試合のシングルマッチ、3勝した方が勝利、そして、自分の団体のベルトをかけているという状態ですね。本来であれば、両団体がベルトを1本ずつ出し合って、タイトル2本ダブルタイトルマッチじゃないですけども、2試合タイトルマッチを行うというのが通例というかルールなんですけども、もうシングルのベルトがないんですよね。なので、こちらのベルトだけをかけていると。ずるいやないかいというふうには思いますけども、しょうがないでしょうね。
かといってベルトをね明け渡すのも。さあカウント2、近藤修司のこのラリアットはかっこいいですよね。キングコングラリアットですね。さあかといってまあ TNT がそれほど弱い相手でもなさそうですね。おお、パワーボム、いや違う、落としていくやつ。本当はこれ頭から突き刺すんですよね、えげつない技。技の名前はすいません覚えて。さあ間もなく試合10分、さあ10分経過ですがまだ余裕でしょう。ギロチンドロップ、ただ技を仕掛けた TNT も起き上がれない状況。おお続き、これは連続でギロチンドロップ。立ち上がれないということは気力が奪われているのか、いや体力なんかな。お、ちょっとペースを奪われてますね。お、カウント2。さあこのコーナーから逃れられない感じ。おお、浴びせ蹴り、かっちょいいな。さあオモプラッタ式ですよねこれね、オモプラッタ式フェイスロックかな。この技シンプルなんですけどかっこいいですよね。お、これはバズソーキック。さあカバー、レフェリーの動きがちょっと遅いですね。ちょっと遅いからリングの中央じゃないとスリーカウントはよっぽどのダメージがないと取れないかもしれない。さあバックを取ってジャマ、これも3カウントは入ります。これね、この位置だけレフェリーは近づかないでカウントを取るんですね。多分 X 軸 Y 軸とかなんかそういうのの関係なんでしょうね。うわー、トラスキック、ラリアットで返す。さあ先起き上がった近藤修司が、あー、これはかきむしられる。あー、これは持ち上げるやつなんとかっていうのがありましたよね。うわー、素晴らしい。これ本当は近藤修司はただ持ち上げてフロントからというか豪快に、いや違う、持ち上げてパワースラムみたいに行く技がありましたっけ。あれがないんですよねファイプロでいうと。だから、ポップアップ式のジャンピングボムにしているということでカバーに行けるよね。試合時間13分35秒、ポップアップジャンピングボムからの片指固めで近藤修司が TNT から3カウントを奪った勝利試合でした。試合評価 100%、 素晴らしい、レフェリーも良かったということで、残り2試合、もうこれで WMW 軍に対し FMW 軍の勝利が確定ですが、完全勝利を目指していきましょう。さあゴツゴツした石井と石川、うん、これはいいですね。これはでも実際どっかで接点はあるでしょうけど、あったんでしょう、あ、なかったんかな。石川修司はもともと DDT とあとユニオンとか、もう言わなくなりましたけどね、ユニオンプロレスって、あの辺で活躍してで全日本プロレス入りを果たしたですよね。もともと身長が高かったんですけど、体がそれに追いつかず、細かったんですよね。ただのこう背がでかいだけのレスラーみたいになってたんですけども、今もそれに十分こう見合う体っちゃ変ですけども、身長に見合う体格になってますよね。あれでもすごい太ったっていうことですよね。あの体型を維持するのとあの体で動いていくのは多分大変なんだろうなと思いますけどね。まあ、石井はその分背はちっちゃいんですけども体はごつくなりましたよね。石井の方がまだ負担は楽なんでしょうね。そうでもないんかな。石井で170ぐらいですよね確か、多分僕と変わらないぐらいと思うんですよね。いや、そう考えたら頑張っておられるんだ。
だからこの身長差がどう影響するか。石井が S サイズ、ファイプロ的に言うとね。で石川修司は多分 L サイズなんですけども、これは持っていかれた。さあ場外カウントはありません。場外でいくら戦ってもリングアウト負けがないルールになってます。あー、ナイアガラスプラッシュ、いきなり。そんな早く終わる。おお、カウント 2.9。 おお、怒涛の攻め。さあ石井が完全に追い詰められた状況なのか、打撃合戦も石川が勝つ。さあ5分経過、大丈夫か。うおー、カウント2。体力がかなり削られてるはず。さあ縦オーラーとストンピングをかましてますが、余裕があるのは多分石川の方でしょうね。うおー、これは厳しい。この体格差でのしかかられるとかなり。お、でも垂直、あー、ただのブレインバスターでしたね。立てろら。さあ石井は苦しい中どこまで攻めれるか。まあまあ勝ち越しは勝ち越しなんですけども。おお、カウント 2.9。 いや派手な技じゃないですけど、カウント 2.9 までギリギリまで起き上がれないという状況で、あー、これは逃げ場がないぞ。逆エビ固めかなり反ってます。さあ石が、うわー、頭突きを決めるが倒れるない。石川やはり体格差がものを言っているのか。おー、今の頭突きに行こうとしたところ、なんとか石井が避けたというかぶちかましたみたいな感じですね。ノータッチヘッドバット。さあこれまた来る。この技いいですよね。理にかなってるというか。これでフィニッシュはあんまり好きじゃないんですけど、相手レスラーにダメージを与えるという意味では好きなんです。ああ、丸め込まれた。まずい。これだけ大きい体なのにこういう技もするというのが石川修司の怖さ。さあもう石井はなすすべなし。やラリアットでいく。パワーで負ける。いやー、頭突きで倒れない。あのでも怖いですよね、いつ聞いてもゴツというの。うわ、こういうテクニシャンぶりも出す大きいレスラーがやっぱりやるとダイナミックに見えますよね。まあ脳内補完なんですけどもファイプロの場合は。さあバックを取って、あー、丸め込まれた。まずい。おお、今のアピールしたおかげで助かったのかもしれません。うわー、体格差がなんか分かりますよねこれはね。いやー、再びナイアガラスプラッシュ。あー、これはまずい。返せるか。うわー、やられた。石川修司が強すぎた。まあこれはもう相手が悪かったとしか言いようがないか。石井には罪はなしと取りましょう。あ、スプラッシュマウント、僕なんかナイアガラスプラッシュって言ってました全然違いました。すいません、失礼しました。スプラッシュしか合ってませんでした。試合時間10分51秒、スプラッシュマウンテンからのエビ固めで石川修司が石井智弘から、スリーカウントを奪った試合でした。まあタイトルはかかってなかったからよしとしましょうか。さあでは最後、道のくプロレスヘビー級、これは、グレートゼブラが王者ですねをかけて忍びとの対戦。カットします。はい、マスクマン同士の対決。おお、いきなりドッキリから入った。さあまあゼブラはまあ見ててよっぽどのことがない限り負けることはないと思うんですけどね。まあまあゼブラが、地味に勝ってくれると。
でもこのこれの前の対抗戦の時はあのネックハンギングボム使ったんで、なかなか派手な決まり手フィニッシュでしたね。そういう意味ではゼブラもやるときにはやる。うん、いいですね。まあこれよく言ってますけども、ザ・グレート・ゼブラはジャイアント属性ファイプロでいうところの、まあジャイアント属性、ジャイアント属性って僕ずっと言ってますけど、まあジャイアント属性という言葉は僕の勝手につけただけで、レスラースキルって言ったらいいかな、レスラーのスキルタイプがジャイアント、でそれによってこの技は相性がいい悪いとかっていうのが決められるのと、あと返し技ですね、返し技のタイプもジャイアントっていうのを選べて、レスラーのスキルがジャイアントだと返し技のジャイアントの効果がすごく高くて、そのジャイアントっていう返し技のスキルが、相手レスラーの技をほとんど返すという特徴があるわけですね。あとレスラーのサイズですね、レスラーのサイズが、S、M、L で G、 この G っていうのがジャイアントの G で一番大きいんですけども、これとジャイアントっていうそのスキル、返し技のスキルの組み合わせが一番技を食らいにくい、まあ、その抜け道はあるのはあって、このジャイアント属性を持つゼブラも、ある特殊なロジックを組んだレスラーには負けるということなんですけども、まあそれをするとその抜け道を通っていくようなレスラーはあまり面白くないんですよね、プロレスとしては。だから僕はあまり作らないし登場させていないし、このファイアープロモーターにも、出現させていなかったはずです、まあ、それをでもこのね忍びはやってやれんこともないかなと思うんですけども、まあ、多分そこまではいかない。このねあの返されない技っていうのはいくつかあるんですよね、ファイプロの中でも。それをこういかにうまく技に組み込んで、もうそれしか出さないようにすると返されなくなるんですよ、ね、でそれであとは試合を組み立てるというか、できればもうそれで勝ってしまうんですね。プロレスとしては面白くないけど、勝負に徹した場合はね。さあスタミナ切れとなった忍び、これは毒霧の吹きすぎですね、まあ、ふーって吹きすぎるとこういうことになります。モロハの剣みたいなもんですね、モロハの剣でもないか単純に毒霧のあんまり効果がないのにそれを連発してしまう忍びと。ただこれを乗り越えると忍びは大釜攻撃ですね。あーこれを今出したかったですね。相手がうつ伏せで寝てたら、かなりの確率で流血させられる大釜攻撃があるんですけども、今のハイアングルどうだ、喉落とし、おおこういう技もありますね。さああとはコーナーから飛ぶ忍び、よく考えたらこれあれですね、白黒対決みたいになってますね。だからなんだって言われても何も言えないんですけど、おーし、よしよしよし、まあ対抗戦なんでね、勝てばそれでよしよし鳴り響く劇団式ライオンキング。さあ試合時間9分26秒、逆エビ反り固めでザ・グレートゼブラが忍びからギブアップを奪った試合でした。試合評価は 68% で王座防衛と。道のくのベルトでしたね。これで 84% いってたらまあいいでしょう。はい。というわけで、対抗戦は見事でしたね。ということで、大成功。
ですね。よし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 。まあこれで、まあすぐにはちょっと人気上がらんけど、多少人気も上がっていく。あ、で他団体の活躍ぶりだけちょっと見させていただいて、8月、ジョナサン、誰やジョナサンって、マミーエルガン、お、あーいいよ貸してっていうね。マミーとエルガン、ジョナサンって誰やろ。給料がどんどん上がっていきますが、まあまあこれで急に倒産したら笑うな。でジョナサンって誰やろ。ドンレオジョナサンか。なるほど。おなるほどなるほど。人間台風ですね。であ、まだ B のままですね。で他団体に、レンタルしたレスラーがどうなったか。お、ザ・マミーがマクドナルドに勝ってるじゃないですか。いいですね。あー、和島さんもカーネル・サンダースに勝つ。さすがにベルトは奪えなかったかな。あー、サモア・ジョーとジェフ・コブが新日本プロレスで活躍。おお。あ、じゃあ新日本プロレスでしたね。マイケル・エルガンと、あー、ジェイソン、タッグマッチに出てるけど負けちゃったと。 UWF、 あー、高山、剣道家臣、あー、なるほど、剣道家臣がこれは負けちゃったか。まあまあそれはしょうがないな。これの試合よ、 ECW 大丈夫かよ。おい、146人しか入ってないぞ。 CMLL は多分誰も貸せなかったはず。国際は貸した気がする。ちゃかったか。 DDT は多分なかった。道の駅は、はやぶさが、はやぶさともう一人誰か貸したような気がするけどな。ウィング、ミスターポーゴ負けてるじゃないですか。あ、音量がダスティーローデスに勝ってる。へえ。大日本、あ、ヘッドハンター A、 あ、負けちゃった。スタンピード、赤和田さん、長谷先生に勝ってるじゃないですか。トリプレアは剣王が、あ、ドローやって。へえ。ん？大仁田？あれ？ちょっと待って。ちょっと待って、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 ちょ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 。トリプレアでしたっけ？いつの間に、ちょっと、おーい！いつ帰ってきたん、あんた。ちょっと、これは、これは、もう入団ささなあかん。これは大事件発生。見といてよかった。いつの間に。うわー、これはちょっと熱いな。大仁田を復活させよう。トリプルエアーにずっと狙いを定めて。よし、じゃあ大仁田軍復活まで、これは目標ができましたね。ついに帰ってきたというところで、対抗戦、対抗戦、あ、ちょっと待ってね。対抗戦な。あ、WMW のヨーロッパでの人気が C になりましたね。うちとやって負けたからでしょう。レスラー10人に増えてんねんな。でもな、対抗戦ばっかりっていうのもな、ちょっと時間の針を進めたいので、ちょっと当分興行をさせてください。個人的に、対抗戦に飽きました。あ、源太郎ベルト取ってきてる。あ、マミーもベルト取ってるやん。なるほどね。うーん、みんな頑張ってるね。じゃあ、どうした方がいいかな。じゃあ、久しぶりに
タイトルマッチ祭りをやりましょうか。マミも源太郎も大家さんも四大シングルタイトルマッチ。あれ日野さんもか。1,2,3。おすごい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 じゃないですか。これは超豪華ですね。これうちのベルトがこれで、でこれはあちゃちゃちゃこうした方がいいですね。大阪プロレスが、ね、こうか。で、こうですね。他タイトルなかったっけ？ゼブラと、ジュニアヘビー級のベルトもあるんで、それもやりましょうかね。ゲンタロウも出たな、多分。OK。で、ジュニアヘビー級は、WMW の方。すげえかっちょいい。なんか 1,2,3,4,5,6 試合誰が挑戦するかという問題はまあまああるんですけども、いやそれやったらもうこれもやってしまう。シックス面、そんな声をひっくり返さなくてもいいか。これやったら、あじゃあ間違えた、誰か抜けてないってことはできる。あーやっぱあかんな。え違う、これが誰かを見た方が早い。うちには誰もチャンピオンがいない。ただタッグはできんねんな。まあいっか、シックス面ででタッグができないけど、これで OK。 じゃあとはこれに誰が挑戦するかですね。近藤修司負けたしな。大家さんはでも出払ってるしな。え近藤修司は勝ったんやったっけ。まあ、近藤修司で。で、ここを、ヘッドハンター B はちょっと気が早い。人気のある人がいいな。じゃあ、ムタでいっとこうか。で、大家さんは、この辺やな。マイク・ベイリーよりも剣王か。石井が負けたんや。な。ここは人気の上がってきたディック統合さんで。で、マミーには音量かジェイソンで。大丈夫かな。で、ミルマスカラスにはマイク・ベイリー。いやー、いいじゃないですか。で、このはぐれ狼軍がヘッドハンター BA はちょっとまだ気が早い。じゃあこっちかな。ああ、この3人いいですね。人気はまあともかく。ハヤブサもなんかベルト持ってんな、これ。何のベルトなんやろ。OK。おー、すごいすごい。すげえタイトルマッチ。で、あとは、もう、消化っぽいですけど、人気の高い人から、秋人より過信、いや音量、じゃあまあサモア城でいこう。ここはダイナマイトキッドとスミス、ブリティッシュブルドックス。これ多分シックス面ぐらいにせんと無理な気がする。はぐれ狼軍とシーク軍でいけるか。これ違う、失礼。こうしてこうしてこう。おお、すごい8面、間違いがなければ大丈夫なはず。
で、飼育群とはぐれ狼群が、で高い岩と、オッケーオッケー。こっちジュニアがおるからちょっと不利な気もしますが、でこれを石と、ああ音量、あーそしたらタッグの方がいいな。石と音量で、これは何やった、はぐれ狼軍のサブとヘッドハンターええと。で、これだったら大ホールどうよ。おお、いいじゃないですか。2000円でどうよ。ポスターなしだと、あ、じゃあ、SNS で。超満員の方がいいけど、バズってくれるかもしれないから、これでいきましょうかね。OK。はい。ちゃんと組めたはず。で、あれ、なんか来るの忘れたっけ、まあ、いっか。グッズ、おお、いっぱい売れてる。そもそも2万5千人ぐらい来るわけだから、5万個ぐらい作ってても大丈夫という。 T シャツえらい余ってる。あ、でも好調なんやな。フィギュアも1万個ぐらい作ってて売れるでしょ。軍団グッズ、軍団も増えたから5万個。弁当は破棄して1万個は大丈夫でしょ。オッケー。で、これを、これでもまあ使ってるということは各レスラーの能力がまだ上がり続けてんのかな。最近あと気になったのが時間の経過が遅いから、このゲームの、ね、遅い分だけ、引退する人がいなくてなんかほっこりしますね。それはありがたい、本当に助かる。おお、 100% いいね。9分17秒の試合で 100% ですよ。レフェリーがえらい頑張ってくれたんでしょうね。まあ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 ね、8人が評価が高かったということで 84% ならよし。できたら全体で 90% に行きたいんです。 100%。 おゴールデンアンボンバー、和島さんまた人気上がりましたよ。なかなか引退しなくて大丈夫なのかと。いや、それにしても、あ、タイトルマッチに入ってきましたね。あ、ベルトダッシュされちゃった。お、FMW 軍が、旧 FMW。FMW の名残軍ですね、これはね。さあ、ベルトを、おー、マイク・ベリー負けた。いやー、必殺技で決めればさすが試合評価が高いというところか。いやー、レフェリーにお金払うってやっぱすごいな。いや、というか、レフェリー、いいレフェリーですよね。おお、100% 素晴らしい。さあ、全体で今ちらっと見たのは 97%。 あー、ちょっと落ちちゃった。ディック統合がベルトダッシュ。ゲンタロウとディック統合ならね、インディーの名手といいますか。おー、大家さん勝った。調子に乗ってます。調子に乗ってるから、こう絶好調です。バックドロップで最後勝利と。さあ、全体で現在 94%。 あー、ちょっとこれはあかん。日の湯寺でも勝った。まあまあ、でも 80% なので、最後がゼブラですから、ゼブラの、あ、でもこの間 100% 出しましたもんね。あー、やっぱ下がった。そしてやっぱりゼブラには勝てない。90% いった。よし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 。うわあ、もうちょっとで満員やったのにな。今回は他団体に参戦させていないので、あんまり儲かってないな。グッズ作ったからかな。そうですね、グッズ5万個とか作ったんで、そりゃそうですよね。
さあ12年目の9月、おお、千秋力ですね。お、ターザン後藤じゃないですか。これは日本で後藤、ムタ、輪島、ハヤブサ、あ、ちょっとあれ、メモメモ、歌舞伎とエルガン、歌舞伎とエルガン前もやなんか言ってなかった？エルガンもなんかここに今メモが残ってるんですけど、サムライとエルガンが一回揉めたっていうのもありましたね。歌舞伎とエルガンということは今回興行をやらないといけないと、対抗戦がまた一つ遠のいた。そして、え、あ、誰か給料忘れてるわ。後藤って誰？後藤、あー、タッツァンの方かよー。ターザン後藤じゃなかったのね。まあ後藤は後藤やからいいか。とりあえずこっちは今それよりも大仁田なんですよ。大仁田をとりあえず、ちょっと待って、あ、信頼度 C になってる。さっき B やったような気がすんねんけどな。ダメか。いや、これはちょっとしつこくいこう。もう他にターザン後藤やったら取ってたかもしれないですけどね。というわけで今回も興行をさせていただきます。で、今回はタッグ、ヘビー級のまずタッグとジュニアヘビー級じゃない、ごめんなさい、のジュニアヘビーのタッグと、で、これは、はぐれ狼軍。はぐれてないな、あんまり。はぐれ、あ、でも近藤修二の人気は上がってきた。じゃあ、でもな。いやここにしよっか。これね、で、ここはもう定番というか決まったメンバーですからで行って、で、ここをこうやってゼブラを久しぶりにちょっとシングルじゃないところで活躍活動をさせてあげると。で、飼育軍隊、はぐれ狼軍、こうしよっか。これをな、ヘッドハンター絵を入れてあげようね。よし、で、あとは、タッグでなんとかなるでしょ。ここがこれ、あ、三沢さんの人気どうなったの？ああ、やっぱ B になってる。対抗戦で活躍すると多分上がるんじゃなかろうかというところですね。ヨーロッパ戦線でなかなか、まあ、2万5000人入るから余計そういうことなんかなと思ったりするんですけど、中南米の時よりも人気が上がりやすくなってる気がします。これなら早いことこのヨーロッパを制覇できるかもしれない。あとはレフェリーのお金か。 お金、おかげや、お金ってなんや、お金払ったレフェリーのおかげかもですね。で、あとはシングルじゃないといけなさそう。あ、シグモンもおれ。あれ？もうこれでいっぱい？あ、もう誰もいない。あ、石井だけ残った。かわいそうな。
もったいないストーンピットブル。まあまあそれならそれで他団体に行かせるということ。あーやっぱこれじゃあ、あでも1000円やって、これでよし2万5000人入るなら8試合しか組んでないけどいけるんですね。まあいいか。これで OK で石井を他団体に参戦させておく。国際ぐらいどうですか。よし OK 素晴らしい。でこれは大丈夫でしょう。グッズ、おーこの間で売れたな、5万個。タオルな、タオル一番安いやつやから10万個作ってみようか。大丈夫ですよね。これで一気に倒産とかやめてよ。今ちょっと10万個いく勇気なかったな。これ2万個いってもな、もう一回1万個で。よし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  OK。 さあ12年目9月、ちょっとだけ早く進むかな。これで8試合だけですからね。さあ行きましょう、オープニングマッチから。サブの人気が上がらんねんな。試合巧者の2人のはずなんですけどね。 91%、 ちょっと違うな、 100% スタートじゃないな。おお。よしよし、全体で 90% いけば、お、いいぞいいぞいいぞ。和島さんえらい調子いいな。ゴールデンアームボンバーが火を吹きまくり。おお 100%。 おおおおおお。三沢橋本の、86か。まあ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 かな。さあこっからがタイトルマッチ、タッグ2連戦。うわー、マイク・ベイリー勝ったけどちょっと低い、 90%。 これは厳しくなってきたでしょう。ということはこの試合で90何%はいかないとダメ。お、あーでもちょっと厳しいんじゃない。僕の頭も足りんかった。石井がベルトを奪ってこない。ポーゴな、石井がベルトを、国際のベルトはなかったんか。もちろん持ってたかな。まあいっか。はい、というわけでお金は大丈夫。なんか動きがありそう、怖い。さあ12年目の10月、ありゃー、まあまあまあな、中堅どころでしたね。サターン、ペリーサターン。お、コナカペールワン WWE 行ってんねや、すげえな。我が団体の興行への参戦を要求してきました。いいけどさ、お、すごいな、ちょっとこれ忘れそうやな。とりあえず大仁田、おー似た、おー似た。ダミアンもいるやんか。興味を持ったようですが交渉は失敗しました。っていうことはそんなにダメじゃないんですかね。さあペ、あ忘れた、また因縁の試合やっちゃった。もうなんで忘れんの、ほんまあかんわ、腹立つわ、巻き戻したい。うわー、チキショー、またコメントでやられる、また忘れたなって。なんで忘れんねやろ、もう嫌になるわ。はあ、
いやもう今更やったってあかんもんな。いや分かってるけどさ。というわけで、ゼブラにベルトを集中させるのはやめとこうかな。ゼブラ、あ、ディック・トーボーもベルト奪ってる。あ、そうか、この間買ったからか。じゃあタイトルマッチ、あ、でもこれはまずやりたいな。これを同じ軍団で、戦うと。同軍対決で気を取り直していきましょう。ショックが大きいな。メモを何のためにしてるかが全く分かりませんね。意味がない。ハヤブサ軍がシックスメンのベルトを奪ったので、これになんか無理やりこうね気分を上げて、お、この3人いいじゃないですか。シーク軍で、シーク軍のことは元はどっちだったかな。ターザン軍やったような気もするけど、でこれをジュニアのタイトルやっとこうか。タッグ再び、これでもあんまり評価高くなかったんけど、で何人か怪我人がいる気がするんですよね。あ、そうか、これやな。ウィングからの刺客、おお、これはポーゴの手下と見ていいのか。コナカペールワン、ショーマンでしょ。二人ともショーマンなんですよね。せやからもうこれ、お客さんタッグとしてショーマンの、試合を組みましょうね。うちで、ショーマンっぽいといえばこの二人で、試合スタイルをショーマンにして来なかったらもう知らんということでいいでしょう。ね。これあれやねんな。まあ、いっか。ルールがね、今ふと思ったんですけど、次元爆弾の時間が15分って決まってるんですね。ゼブラをここで出しておいて、で、デイビー・ボイ・スミスの人気が上がらんねんな。まあ、こら、そんなデスマッチとか嫌やろうな。さあ、サブーちょっとダメ。この辺か、先やるのは。高野俊二でいこう。矢野トールがもうちょっとで人気上がれと思う。ああ、でも一緒に人気上がってるな。サモア・ジョーとこのトリオ、トリオで出してあげよう、たまには。だからなんだっていう、サモア・ジョーとマイケル・エルガンと、ただ単に個人的な好みです。特に深い意味はございません。で、矢野トールとエル・サムライと高岩、ちょっとこう新日っぽく。あとはシングルでサブーが動けなさそうやから、ケンタロウとヘッドハンター A。 いやー、サブーはお休み。ディック、あ、ディックとこんなとこではもったいない気もするけど、あ、 おらん。じゃあサブーさん頑張ってください。で、2万5000人ポスターなしでもいける。OK、OK。2000円では無理？うんですね。OK。よし。試合数が少なくても。で、グッズ。1万個で全部売れてる方がいいことにしよう、今は。
T シャツ売れてない、いまいち、いまいちばっかり書かれてる。何か忘れて、でもちょっと待って、情報だけ見させて。あ、 A になってますね。ヨーロッパの人気、素晴らしい。おお、すごいすごい。へえ、国際プロレスに、あー、維新負けたんか。トニーホーム、まあいっか。とりあえずじゃあこれでいきましょう。12年目の10月です。さあこれでまだ S にはならんやろうな。サブ怪我をして出場した上に評価も低く負けてしまう。これは怒ってくるかもしれんな。給料上げるの忘れてんな、そういえば。お、サモア上組が勝った。うん、評価も高い、いいですね。今回は因縁なかったですね。おお、 100%。 これは石井の人気が上がるな。剣王も人気上がるな。ジェイソン・ゼブラ組、まあこれ勝って当然か。ただ評価はあんまり高くない。ああ、小中ペーパーラン組マミーに、ああ、でもちゃんと試合来たんですね。まあよかったよかった。ね、まあまあ、そっちから来たいって言ったんやから。おお、これはまあまあまあ。防衛、評価もまあまあ。ああ、でも 90% は無理か。今回は。83%。わー、これでも90いかんでしょう。シックスメンのベルトを、あ、奪われた。あっという間に奪われたな。あれはまあ。あー、85か。これはいかん。もう一回 100% 出さな無理。お、どうだ、軍団内でベルトが移動。これで三沢の人気は上がるんではないか。軍団内でこう、あー、足らない。87% でした。まあでも超満員ですね。よしよし、まあ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 、まあ、他団体は今はよし。お金はまあまあまあ、引退しないでね。するかな。ああ、喧騒ね。山本、誰やろ、こてつかな。おお、ストーカー市川、なるほど。ジェイソン、マスカラス、金村、ジェイソン、マスカラス、金村、ジェイソン、マスカラス、金村。金村も息長いよな、そう考えたら。ただ人気がやっぱり渋いな、なかなか上がれんな。 C、 うんか、まあ、とりあえず。おお、仁田さん、そろそろどう。お、信頼度 D ですよ。これはだいぶ傾いたんじゃないですか。お願いします。いやー、興味を持ったようですが。そしたら、こうやってみましょうか。ダメ元で。参戦以来、お金がかかるんですけども、うちで一回試合してみませんかと。20万かかりますが。おー、ね。で、これでうちで粉をかけとくことで、やると。通常でいいか。これでいいか。よし。何か忘れてないですね。大丈夫ですね。これを試合組んだところで、今日は終わるぐらいにしときましょうか。でも大仁田に
いやもうそれ、うん、いやあうんうん、どうしようかな、どういう試合を組んだ方が面白いか、ここで、で、大仁田ハードコアだから試合は来てくれるでしょう。で、それに相対するは、やっぱりハヤブサでしょうね。の方がいいでしょう。ね。で、この弾劾爆弾デスマッチにしてるのか、どんなルールにしたっけな。どんなルールにできるかですね。試合時間無制限のコーナーオプションは蛍光灯、狂気たっぷり、ロープチェックは、弾劾爆弾やからオフにしといていいでしょう、デスマッチだからね。で、クリティカルの確率、反則カウントはオフ、拘束と、リング内にある凶器を拾って殴りまくると。大仁田はでもね、凶器拾いすぎるんですよね。で、リングの外に落ちたらドカーンって爆発する試合ですね。ただね、ハヤブサはコーナーポストに登ることができないので、まあ、ちょっと不利っちゃ不利なんですけども、これ多分次回になりますけども、忘れてなかったらこの試合は見ましょうかね。忘れそうですね。まあいっか、ということで、それはまあ次回ということで、忘れてたら忘れてたということで、で、この試合を組んで今回は終わりぐらいにしましょうか。輪島さんちょっと一回チャレンジで、ジュニアのヘビー級のベルトに家臣がマイクベリーか、やっぱりね。で、ここは違う、タイトル6、あ、これあかんわ、こっちやな。新しく取ったヘビー級のベルトに、はぐれ狼軍はまだちょっと人気がない。この2人で行こうか。いや、負けたんやったっけな。あー、日野雄二とこれで行こう。よし。で、あとは普通のタッグを組んでいくと。マミーもベルト持ってんねんな。失礼。で、矢野通る。ああ、シングルじゃない。で、こう、川田さんが人気が上がってるに対して、うん、これはこの2人の方が。金村金太郎ももうちょっと人気が上がらないと後ろでは使ってくれないんですよ。で、あー、サモア城もったいない気もするけど、ジェフコブと組んで、また間違えた、残り3試合、本領とみんな元気ね。家臣と違う、エルガンとこれと一緒か。この二人で行こうか。で、残り2試合まだいけそうな気がするけど、あー、いっぱいいてる。あー、ヘッドハンター C、
C じゃないわ、 B や、ヘッドハンターは B でもない A や間違えた、人気が C になってるけどちょっと今日はお休みしておきなさいっていうことの方がいいでしょう。で最後はエルサムライと鷹野俊二同軍対決でしょう、同門対決でしょうがないということで、2000円では無理ですねということで言ったところで大丈夫やな、なんか忘れてそうな気もしますがいつも通り、はい、ということかな。これであとこれだけ25,000人、1万個でいいでしょ。はい、というわけで、中途半端になりましたが、12年目11月の次興行からですね、大仁田をなんとか誘い入れようというちょっと FMW のこう空気をなんとか取り戻そうというところで、次回忘れそうな気もするけどな、まあいっか、とりあえずやってみましょうか、というわけで最後までお付き合いいただきありがとうございます。今回はこの辺でお別れです。ではまた。